秋葉原の店舗に並ぶフィギュアフィギュアとは、図形や図案、製図すること。展示手図面から型起こしした立体物のこと。本校では派生した意味である人形や造形物としての用法を記載する。英語のフィギュアの語源は、ラテン語の型を意味する語であり、図形や図案、特に人の姿形を写した絵や彫刻のことである。日本においては、 小さな人形の類がフィギュアと呼ばれている。日本では、食玩ブーム以降、ミニチュアという用語の代わりとして、フィギュアという用語が広まった。人物のミニチュアに限らず、乗り物、建物、食べ物、植物や動物、昆虫、過去の生き物や空想の世界のものも含まれることがある。モデルフィギュアなどと呼ばれるものにあたる。鉄道模型や、ミリタリーモデルなどでも用いられている。 ポリエンカビニル製のフィギュアは特に PVC フィギュアと呼ばれる。騎士のフィギュアメタルフィギュア金属製のフィギュアで、材質はピューター、ホワイトメタルなどの加工しやすい、柔らかな合金が用いられる。ミニチュアゲームの駒として、古くから使われ、TRPG にも用いられる。ミリタリーモデルのジオラマ用、単体のビネット用も多い。欧米では広く普及しており、古い歴史と、 膨大な種類がある。メタルキャストによる複製が容易であるため、ガレージキットの黎明機にはホワイトメタル製キットが一般的であった。自販機フィギュア模型屋や駄菓子屋の店頭に設置されたガチャポンなどの自動販売機で販売されるフィギュア。カプセルに単体で封入されている。かつての素材は消しゴムと称された単色のゴム製のものでデフォルメされたものが多かった。 近年は、再色済みで皇室の合成樹脂を用いた、細密成形のものが主流である。また、コンビニエンスストア店頭で販売されることもある。食玩フィギュア食品付き玩具の中で、キャラクターフィギュアが付属しているもの。海洋堂の食玩から始まった、フィギュアブームにより、動物や家具、食器などのミニチュアや鉄道模型、あるいは戦車や戦闘機など、 ミリタリーモデルのカテゴリーに含まれるものまでも一括してフィギュアと呼ばれるようになるが本来はこれらはフィギュアと呼ぶにはふさわしくないまた一部の食玩では背景や複数の登場人物を組み合わせたジオラマ風のものも登場しているがこれは本来ジオラマもしくはビネットと呼ばれるものであるプライズフィギュアゲームセンターのプライズゲームや一番くじなどの景品 プライズ品とも呼ばれる。ここでは人形について記述する。主流は射出成形による PVC 製の無垢で、塗装済みの完成品である。1970年代末に橋を発し1980年代に、流星を極めた、組み立てや塗装にある程度の技能を必要とし面倒な、手間のかかる、ウレタン樹脂製や、ソフトビニール製フィギュアなどのガレージキットが衰退した、後、 1990年代後半から交流し、普及し始めた比較的新しい分野である。一般にノンスケールであり、スケールの表記はされていない。原型は日本で作られ、主に中国で大量生産される。初期には安かろう悪かろうの代名詞的存在であったが、2000年代後期以降、その造形や塗装などの品質が急激に向上しており、市販品との差を縮めている。 これには中国側の熟練や技術力の向上だけでなく2000年代後半以降の円高による実質的な開発、製造予算の増額が関係している。2005年以来毎年年4回プライズ品製造会社各社による見本展示会であるプライズフェアが開催されている。アクションフィギュアかつての人形玩具では成型の都合上でのパーツ分割部分のみで稼働が 可能となるものが多かったが、1964年の GI ジョーの登場以降、人間に準じたより多くの関節をプレイバリューとして積極的に人形に再現することが主に男児向け玩具において定着した。この経過で GI ジョーのスタッフによって考案されたアクションフィギュアの故障も一般化した。日本では特に関節の自由度を強調したい製品の場合に、 フルアクションフィギュアと呼称することもある。ソフトビニール人形ソフトビニール人形とは、ポリ塩化ビニールを型抜きして、中空成形したパーツを組み立てた、完成品のフィギュア。軟質素材であるため、ソフトビニールと呼ばれ、さらに略して、ソフビとも呼ばれる。児童向けの玩具では女児向けの人形の素材として、古くから存在していたが、マルサン商店が、ゴジラや、 ウルトラ Q の怪獣を商品化し、大パーツを組み合わせた部分は、アイギと呼ばれ、その接合面で稼働するため、アクションフィギュアほどではないが、そこそこ稼働する上に、丈夫で水遊びにも使えるなど、児童の玩具に適していた。反面、成型の都合上細いパーツの再現が難しい。ドール西ヨーロッパ圏、特にヨーロッパにおける、 愛玩用もしくは玩具としての人形がドールと呼称され、またドールハウスなど実際に人形が存在しなくともドールという呼称が使用される場合もある。日本においても古くから存在する一般的な呼称である。近年、高年齢層のフィギュアユーザーの増加に伴い、従来のような男子玩具、女子玩具の区別による対象ユーザーの区分けが実態にそぐわなくなった結果、 新たな区分けのための使用例が見られるようになった。具体的には、玩具業界において一世を風靡したアクションフィギュアと区別するための故障としてのドールであり、日本では主に植毛されている可動部分を持つ衣装の着せ替えを行えるといった特徴を持つスーパードルフィーをはじめとするフィギュアや人形の総称としてドールが使用される。また、リカちゃん。 ジェニーなどの女児向け玩具も含めた着せ替え人形をも含む言葉として使用される例もある。このようにアクションフィギュアと区別するために使用されていながら、縫製による衣装や植毛といった着せ替え人形に近い特徴を持つアクションフィギュアをドールとして紹介、区別している例もあり、いまだ境会は曖昧である。ガレージキットアマチュアもしくはセミプロモデラーによって作られた。 大量生産が難しい技法で生産されたキットを言う。フィギュアはその製作方法により容易にガレージキットへと転嫁できるため多くの場合複製品として流通することが多い。もちろん複製をしないワンオフものも存在する。昨今日本で主流となっている食品付属玩具などは大手メーカーの大量生産品であるためガレージキットというよりもプラモデルに近い。 またガレージキットも製作技術の進歩、素材の改良、大手の参入などがあり、1000個単位の流通も珍しくはなくなっている。詳細はガレージキットを参照フィギュアの生産は大手企業や個人メーカーなど様々なところで行われている。日本では2000年代初頭に海洋堂がチョコエッグで大きなブームを巻き起こす以前は小規模、 メーカーレーベルが活発に活動していた歴史的な経緯もあり、零細メーカーやセミプロ的な活動実態のレーベル、過去に存在したものまで細かく上げていくと再現がない。また、メーカーレーベル間の競合の激しい業種であり、複数のメーカーレーベルによって、特定の人気作品のフィギュアが長期にわたって過剰供給される傾向も見られる。主なメーカー様々な制作手法が存在する。 手法、技法は、素材と密接に関わっている。多くの場合、複数の素材と技法が用いられている。例えば以下のような素材、手法である。ほとんどの場合、完成したフィギュアはそのままでは、長期の保存、展示には向かない。ポリエステルパテは硬化剤との化学反応が硬化後も続くため、教授変形により収縮する。石子粘土などは、 強度が不足しているため、わずかな振動で破損する可能性がある。そのため完成したフィギュアを原型とし、シリコーンゴムと無発泡ポリウレタン樹脂を用いて複製を行い、複製したものを完成品として仕上げることが多い。こうしたフィギュアは、高価で組み立て、塗装に技術と労力を要することから、購入層はもっぱら一部の愛好者、モデラーに限られていたが、近年では、 食玩フィギュアの製造ノウハウを応用して、中国などの工場で製造、塗装された成功で安価な完成品フィギュアが流通するようになり、模型の範疇にとどまらず、キャラクター商品の一つとして、書籍、ゲームソフト DVD ソフトなどの付録や購入特典として付属するケースも多く見られる。なお、例外として、欧米で古くから流通するフラットフィギュアがある。 これは絵を元にして、石板を直接彫って、鋳型とするためフィギュアの原型は存在しない。ありがとうございます。